今回は2016年3月に建てられたスレを紹介します。日本地図に載ってない集落に住んでたけど質問ある？答える。住所は？奈良県とだけ。なんで載ってないの？知らん。無人島、かっこ定住している日本人がいない。以外でも、郵便物の届かない土地は、稀によくある。日本広い。なんでネットできるの？住んでたユートルやん。ちゃんと読め。杉沢村かな？どこ？外部の情報を完全にシャットアウトしてたな。奈良県か。正月のお雑煮はどんなだった？お雑煮とか食べなかったぞ。正月は鹿の肉を食べるもんかと思ってたぞ。なんか不便なことあった？当時は外部との交流を断絶してたから、こんなもんだと思ってた。ぶ、だろ。っていうか、いくら村の名前ググってもヒットしないんだけど。検索して出てきたらダメだろ。そりゃそうだ。日本狼オツ。絶滅しちゃったの悲しい。やっぱ南の方？ちょっと前までなぜかGoogle Earthの画像が白黒だった。四万十川流域？ちゃいます。奈良県で村の名前を検索してもまともに出てこないのは、月ヶ瀬村、柘植村、室生村、大塔村、西吉野村の5つ。この中に一致がいる可能性は高い。違うな。足掻村ってところです。戸籍とかどうなってるんだ？そこら辺の事情よくわからん。けど今は神奈川で無事に高校生活を送れてるから、大丈夫だと思う。なんだ、大和盆地の中か。宇田や吉野の山奥に数軒だけある。地図にも載らない集落はロマン。知ってるんですか？そういう地名はあるみたいだな。昔からイカルガ町みたいだけど、奈良県は昭和の大合併でだいぶ変わってるから、それ以前はわからないけど。全部自給自足してたのか？うん。少なくとも食料関係は自給自足だった。土着の信仰とかあった？特になかった気がする。そうか。そこが一番惹かれるポイントなんだがな。いいな。廃村になってたら俺が住むわ。何世帯くらいの集落？何世帯だろ。50くらいかな。本当に少ない。たまに帰郷とかはしないのか？全くしてないな。っていうか親が行くのを拒んでるから、何かあったんだと思う。戸籍や学校は？昔で言う寺子屋？みたいなのがあった。けど普通の授業じゃなかったな。Google Earth 取ってきて。多分ないよ山奥だし。電気は？道路は？電話は？テレビは？自動車は？オールナッシング。夜は火を焚いてました。山奥だよ。詳しい住所とかは実はよく知らなんだ。大体この辺っていうのはあるだろ。と言っても詳しい住所がわからんからな。よそ者が来たら、してた？少なくとも俺がいた時はよそ者は来なかったな。けどバッチャとかの話だと、しわせず、普通に斧とかを持って追い出してたらしい。せめて何村の近くとか、何か目印になるもの教えて。山降りたら温泉みたいなのはあった。舗装道路はあるのか？コンクリートとかはなかったよ。外部との交易はあった？農作物を売るの？それとも何か工芸品？あと部、内で分業みたいなことはされてた？鍛冶屋がいるとかさ。お前出てきて何年なのか知らんが、よくナッシングとか言えるようになったな。なんか怪しく思えてきた。交易、なかった。けど服とかは普通の着てたし、知らないとこでいくらかはあったかもしれん。農作物、売るというか自給自足。分業はあったな。農作する人とか建築する人とか。ちなみに村出たのは10歳の頃、親は村のことをあまり語りたがらないから、もしかしたら村八分にされたのかも。今は高校に通ってます。山奥ならイカルガじゃないのか。もう少し調べてみる必要がありそうだな。南和は名もなき集落多すぎて、村役場巡りしたって、わからないレベルだからな。名もなきって、住所もないなら郵便も届かんのか？戸籍も作れないだろうし。行政がつけた住所と、昔から地域住民が使ってるのと、呼び名が違うケースがあるんだよ。奈良は主要な場所では同一だけど、京都は市内でも未だにそうだから、新人タクシードライバーとかカーナビ設定できなくて詰む。いつ頃出てきたんだ？すまん、本当にそれくらいかわからないんだ。10歳の頃。教科書で覚えてる内容を教えて。教科書はなかった。学んでたところは少し特殊で、例えば算数的なことなら、葉をちぎってそれを足したり引いたりとかしてた。マジレスするが、江戸時代にもそのような文化はない。紙の製法は全国に伝わっていた。お、じゃあうちの村独特の方法か？いいねー。いや、だからさ、紙の製法は全国に広まってたし、葉を使うこともないっつってんの。まあよく歴史ドラマとかで見る感じに近い。まあ村ではそうしてたからわからんわ。自然のものを触らせて、感性も育てようとしてたんじゃない？それもない。効率化には神がいるわけで、完成なんて農民やってたら育つ。はい釣り。実際村を出てから驚いたことたくさんあったし、村の常識と普通の町の常識は、全然違うんだと思ったよ。てか何をそんなに本気になってるの？マジでこんな村存在すんの？ないな。今はない。江戸時代にはあった。奈良西部、東川内に。バッチャとか言っちゃうやつは信用するなって、じっちゃが言ってた。アーミッシュ的なやつだな。検索してもいまいち出てこないんだけど。アーミッシュ？家はどんな作りだった？普通の木造だよ。絶対釣りだろ。釣りじゃないって言い張るなら証拠出せよ。正直部と集落の違いはわからん。まあ落ち着けよ。東日本ならほぼ同義、西日本ならひさ、集落。両親の出身はどこだって聞いてる。
二人ともならだよ。乱行とかあった？子供だったからわからん。まあ狭い集落だしあったんじゃない？近親交配とかもあったと思われ。そんなところで育ったら、読み書きまともにできなさそうなもんだけど。まあひらがなは普通に習ったし、漢字も簡単なのなら習った。てか、紙がないみたいになってるけど、普通にあったからな。まあ手作りの汚いわしみたいなやつだったけど。その集落に住めてたってことは、両親の出身もその集落ってことか。生贄の風習とかあった？なかったと思う。村の言い伝えみたいなのはあったけどね。どんな言い伝え？あくまで言い伝えだけど、昔は嵐とかの災害とかで、畑がダメになったりしてたから、それを止めるために、子供を生き埋めにしてたってのがあった。もちろん俺がいた時は、そんなことしなかったけどね。引っ越す時に、何かおもちゃでも持ってきたりしなかったのか。半ば夜逃げ的な感じだったから、何も持ってきてなかった。多分親が何かをして追い出されたんじゃないかと思う。まあ一回くらいは戻ってみてもいいかも。戻るなよ、二度と帰ってこれなくなるぞ。次は逃げられない。かもしれないけど、やっぱり興味はある。けど今行き場所がわからんや。彼女いる？いないです、どう？です。在、部、かよ、ね。在、ではないと信じたい。神奈川に至る経緯は？わからん。村出て気づいたら神奈川いた。大学は？高校生です。いまいちなら大まかな場所はわかるのか？なんか山降りたら秘境温泉？みたいなのがあったとしか覚えてない。マジか。そりゃ残念だわ。病気とかどうすんの？出産とかも。病気とか怪我とか出産は自力で治してたな。まあ村同士で協力し合ったりもしてたけど。どうしようもないのは、まあ、沼でゆっくりさせてあげてた。ググっても出てこないんだな。なんせ10年近く前だし、その温泉もなくなってる可能性あるな。ほんとすまん。今は気象転結で言うとどの段階？小かな。先長くね。いや、木、村に生まれる。小、村を出る。転、新生活スタート。だから転かもしれない。進学予定？18だけど今は高2なんだ。4月から高3。大学はまだ決めてないかな。今18で高校生ってなんだそれ、ダブったのか普通のとこじゃないのか。村出てから1年は学校行けなくて、いろいろあり11歳で小学4年生としてスタートした。まあ小学生なら土地勘ないのは当たり前か。しかし高2の割には随分人ができすぎてるな。褒め言葉として受け取っていいのかな？ありがとう。子供どんだけいた？俺と同年代は4人くらいかな。赤ん坊とか、今でいう中学高校ぐらいの人を含めると20弱かな。50人くらいの集落で、同級生が4人って多くない？でかくないってなんだよ。50世帯な。普通に学者に来てない子とかもいたから、はっきりとした人数はわからない。学者に来てた子で4人。あ、そういう背景ね。そんなところから出てきたら、結構カルチャーショックあったんじゃね。小4なら早いうちに順応しちゃうのかな。やっぱり驚きはかなりあったよ。けど子供だからなのか、好奇心がくすぐられてすごくワクワクしてた。そういう日さ、部、でさらに村八部って、どんだけて、なんだよ。親はどういうつてで神奈川に住むことになったんだ？親だって戸籍ないだろうに、一家で見知らぬ土地に来て、家だって確保できたんだろうから、つてがないとは思えない。すみません。父親の友人のお宅に住まわせてもらってた。なぜ神奈川に友人がいるのかわからないけど、もしかしたらその友人も、以前村八部にされたのかも。現金どうやって集めた？神奈川の父の友人のとこで、父が働かせてもらってました。まあ今も貧乏ですよ。名字は普通なの？集落のみんなそれぞれ名字は別？名字は普通にありがちな名字だった。けど3分の1は同じだったな。珍しい名字も何件かあった。だからそれを教えてください。特定されちゃうかもだけど、俺は山本でした。かっこ今も。珍しいと思ったのは、あまり覚えてないんだけど、覚えてるので言ったら奥さんとかいたな。当時好きな子とかいなかったの？そういうのはいなかったな。子供たちは、学者に行ってた子はみんな仲良かったよ。地図に載ってない村なんか、田舎にいちゃいくらでもあるぞ。集落を住人らが昔の名残で村へ打てるだけで、行政区分としては村じゃないから。当然地図で探したって出てこねえ。それだけのうち。そうなのかもしれないな。村名が周知ってことは、公共機関みたいなのがあったってこと？例えば消防施設とか入り口に看板とか、商店名の一部とか、村名が必要だった事柄が何かってことね。少なくとも村人はな、消防施設もなかったし看板も商店もなかったぞ。まあ言い伝え的な感じで、村名も知ったって感じじゃね？物心ついた時から村の名前知ってたから覚えとらん。郵便とか住所の必要性がほぼ皆無なのに周知なのか。学校で教えることがそんなにないから、こういうことが先に教わるって感じなんかね。そういうことなのかもな。まあ村自体が狭かったからね。医者とかちゃんといたの？薬とかどうしてた？医者はいない、薬もない。まあ知識がある人はいたけど、基本的には自力で治してた。知識ある人中心になって、村人で協力することもあるけどね。引っ越してからあれは異常だったんだな。と思うことあったら教えて。たくさんあるけど、正月は鹿の肉を食べるもんだと思ってた。あとは誕生日は、親からビンタをされるもんだと思ってた。冬場に不足しがちなタンパク質を食べるのは、
風習としては理にかなってるな。ビンタは不明だが、ビンタ、なぜ？今思えば謎だけど、多分プレゼントをもらうとかと同じニュアンスだと思う。それがお祝いの儀式？みたいな感じ。痛みにも耐えれるくらい成長してね、みたいな意味が込められているとか聞いたぞ。今回のスレはここでおしまいです。次に紹介するスレは、2017年3月に建てられたスレです。日本地図に載ってない村に住んでるけど質問ある？地図に載らないほどの小さい村で、その村の住人以外は村の存在を知らないよ。住所は？なんでネットで住所晒さなきゃならないの？証明できないじゃんか。村の人口は？50人くらい。どうせケニアとかそういうオチ。お前日本語読める？日本地図って言ったんだけど。ケニアが日本地図に載ってるわけないだろボケ。当たり前だろば。日本地図にケニアはないぞ。こち亀のど田舎村？正式には村じゃないってこと？村だよ、存在を認識されてないだけ。中の村が日本地図に載ってるわけないだろ。日本の村なんだよな。何県だよ。日本人以外の人が住んでる集落？全員日本人だよ。自称だろ。へい、ネット使えるんだ。今は用事があって街に出てるからね、村にいると使えない。 Google Earth でも見れないの？日本にある日本地図に載ってない村だよ。故障が日本地図に載らない飛び地かな。人口2700人の村の僻地出身やけど、地図には近所まで載ってるわ。俺の住んでる村は全員で50人程度だよ。市町村の村で一番人口少ないの、青ヶ島の200人くらいやなかった？そうだね、でもうちの村はまず存在すら認識されてないくらいの村だから。行政単位の村ではないわけか。絹田本村？まず名前が出る時点で違う、村の住人しか存在を知らない村だから。それは村じゃなくてただのグループだ。平均年齢どれぐらい？60くらいかな。俺も合わせて20代はたったの5人。ダムの下に沈んだやつか。50人中5人とか若者多いな。山間部？奈良県南部とか、闇を抱えてそうなとこじゃない？そこらの過疎の集落とか、大概60代以上が8割とかで、20代はいませんとかそんなんや。お前らが、今頭の中に浮かんでる村の名前は全部違うよ。まず見つけられてないから。市内地図や町内地図に載ってる。載ってないよ。行政区域として認識されてないなら、それは単なる集落やん。合併したのに、住人が勝手に村って呼んでるだけやろ。そうかもしれないね。そんな村吐いて捨てるほどあるわ、何も珍しくないで。その村には禁忌があってな、その村の存在を証明するものを広めたら、されて食われる。自爆。俺は存在を証明するものを出してないからな。ちょっとわろた。なんでそんなに社に構えたレスなの？釣りだから、未熟者がすれ立てるとこうなる。国土地理院に載っていないとは、下せぬな。もう春休みの季節だったわ。高校の卒業式終わったところか、なるほど。50人だと村というより部落とか集落だな。今は8割の部落が消滅危機だから、誰も知らないのは当然かも。そうだな、集落が正しいわ。住人はみんな村だ村だ言ってるけど。うちの田舎も町だけど、昔の名残で村と呼んどる人おるわ。思いっきり町中なのに、踏切の名前に村が残ってるわ。うちの集落って30人もいないだろうな。集落って言っても、家から500メートルは離れてるけど。行政単位の村ではないのね。もっと具体的で包括的な話が欲しいな。具体的な場所だけ教える。北海道のどこかの奥深くの森にある。具体的の意味を考えよう。証拠がないからつまらん。村の近畿でねえ、証明するものを出したらダメなんだよ。俺は2000人だからまだ都会だな。ちなみに村の人数が2000人であって、決して俺が2000人いるわけじゃないからな。小学校とか郵便局もコンビニもなさそう。うちの村には一つだけ特別な行事があるんだよ。それがさっき終わったところ。純血関係？北海道広いから、適当言ってもバレんやろの精神。生きた人間を、して唐揚げにして食べる習慣、人間の肉が一番うまい。なんだかわかんないけど、これが書き込まれたからとりあえず通報しとくわ。これでビビったんやろ。北海道で人が行方不明になったら、俺らに食われた可能性が高いよ。マジか、犯罪の事実を知ってしまったからには、これは通報。ごめんなさいするなら、早い方がええと思うよ。ごめんなさい嘘です、そんな感じの小説を作っていました、解散。荒れる前に、かっこ荒れてたけど、素直に釣り宣言するのはいいやつ。はよえよ、もう通報しちゃったよ、すまんな。今回のスレはここで終わりです。いかがだったでしょうか？皆さんの意見もぜひコメントしてください。